プライスは、カナダ陸軍の軍人。最終の階級は二等兵。第一次世界大戦中に戦死した最後の兵士として、伝統的に認められている。1892年12月15日、イギリス自治領カナダのノバスコシア州に生まれ、その後1917年遅くに徴兵されるまで、サスカチワン州ムース城で育った。プライスは、カナダ陸軍。 第28不評大隊へ中隊に配属となり、1918年11月11日には、ベルギーの W ・ハバー村に進出していた。サントル運河を横切り、ドイツ軍の機関重火の中、W ・ビルシュール・エーヌの町に入った。プライスと数人の兵士は、運河を横切るカナダ軍を悩ませる、機関重手が陣取る、家の列に近づいた。プライスらは、 射撃をしていると思わしき家に入ったが、ドイツ兵を見つけることはできなかった。ドイツ兵は、プライスらが入ってきた時には、裏口から退却してしまっていた。プライスらが次のドアを開けてみても、ドイツ兵を発見することはできなかった。そして、プライスが通りへ出た時、ドイツ軍の狙撃兵の射撃により、心臓を撃たれてプライスは死亡した。それは、協商国とドイツが締結した。 0戦協定が発行する午前11時の2分前、10時58分の出来事であった。プライスの遺体は、ベルギーのエノオシューモンス近郊のストリート、シンホリアミリタリーセメタリーに埋葬されている。ビルスールーヌのサントルーンガには、プライスが撃たれたとする場所の目印がある。ありがとうございます。